この2枚見てください。26年ですね。それから話題になった印象に立てぐちゃぐちゃに書いてます。しっかりというより、一人に書いてますね。ぐちゃぐちゃに書いてますよね。だからこれだけを見るとですね、モレという人が一体何を考えてたのかよくわからんなっていうことになるんですけれども、今日はですね、この辺のところとは違ってです、まずこの日の出という絵というものが、これは世界的に有名になってるんですけども、これ一体どういう絵なのかっていうことを考えてみたわけですね。ですね、そんなに大きな絵じゃないです。でこれ見た時に多くの人が発する疑問です。一般の人が見た時にね、この絵はね、何を描いたんだろうなってね、最初見た時には分かりにくいわけですね。なぜこんなに描いたんだろうな、何なんだろうなってやっぱり気になっちゃうと思いますね。この絵が一体どこがいいんだろうと思いますよね。そういうもの、これが美術なのとかっていう、この4つぐらいのことは、ね、ほとんどの人がこの日の出を見たときに感じるというかな、そういう、疑問というか感想じゃないのかなと思いますね。それでね、子供だってね、もう何だって自分だって描ける絵なのってね、そういうふうに言う子供が出てきますよ。これはそういうような絵なんですね。だからこの辺のところはね、皆さん答えられるようにならなくちゃいけないかと思うんですね。皆さん一応ね、美術やってるんですから、例えばその、日の出は多分来ませんけどね、美術館に来た時にね、一緒に来て、それをね、またこの、出そうっていうね、言った時に、これはね、描いたものなんだよ。あるな、こういう理由で描いたんだよ。っていうことが、自分に聞いたのか。いいね、と思います。ちょっと紹介しようと思いますね。通常はですね、何が書いてあるのっていうことを、何を聞いてるのかといえば、具体的なものがぼんやりしていて何が描かれているのかよく見えないよっていう、そういうことが一つの理由だと思いますね。それからですね、なぜこんな絵を描いたのっていうのは作者モネの制作意図がわからない。なぜこんなの描いたの、その理由がない、わからないよっていう。それからこの絵のどこがいいの、なぜ立派な作品なのかっていうのは、それを評価する専門家の価値づけが理解できないよ。評論家であったり美術史家であったりする人がね、この絵はね、歴史に残る絵なんだよって言ってるわけでしょ。彼らが何に基づいてそのことを言ってるのかがわからない。そういうことになると思いますね。じゃあちょっと順番に見ていきますね。何が書いてあるのということに関してなんですけど、言葉で描写をしますんです。言葉で描写をするとこんな感じかなと思います。ちょっと読んでみますね。朝もやの中に眠っている港に昇る太陽。これね、夕日じゃないんですよ。日の出だから、もちろん巻き合いじゃないんですよね。パッと絵だけ見るとね、やっぱり夕日だろうなって思うかもしれないけど、タイトル通り日の出を表してます。朝もやの中に眠っている港に昇る太陽。一艘の小舟が炉の音を聞きませて、漕ぎ出てきた。ここですね。波がキラキラと揺れて赤く染まる。取り留めのないような分散するタッチがぼやの中から透けてくる。光を捉えて振動する。海と空、夕日とも取れる赤く染まった太陽。二艘の船、もう一つ僕言いますよね。幾艘かの帆船、この辺にいるのは帆船なんですよ。これね、ほぼ閉まったり閉じたり開いたりしている帆船の群れが遠くに、もやの中に遠く霞んでいるということなのかな。それでですね、モネ自身の記録が残されています。これはこういうものです。ル・アーブルという地名です。ル・アーブルの家の窓から制作した。もやの中に太陽が昇り、手前に船が浮かんでいる絵っていうふうに書いて、それを書いたという記録が残って、メモが残ってるわけですね。多分これ、それを書いたのが、この日の出の絵だろうっていうふうに、評価が理解されています。ルアブルっていう土地はですね、都市は、パリから北の方にちょっと離れた、そんな遠くないんですけど、セーヌ川が北海に流れ込んでいく。
そういう流れ出す港町なんですね。河口です。それで、モネが少年時代を過ごした港町なんですね。で、それでですね、1872年ですから、これ32歳ですね。モネが32歳の時に帰ってくるんですね。30歳過ぎてこんなの書くんですから、ちょっと驚いちゃうんですけれども、この絵は1874年の最初に開かれた印象派展に出品された絵なんですね。とは言っても、この展覧会の呼び名っていうものは、印象派展っていうのは後から付けられたタイトル、展覧会の名前なんですね。略称という。最初にその実際に開かれた時の呼び方はですね、第1回無名画家彫刻家版画家協会展、そういうわけのわからんあのタイトルの展覧会だったんです。これらについてはいろいろと本に書かれているものですから、興味がある方は見てもらえばいいんですが、実はこういう展覧会は何かっていうと、若手のですね、革新的なちょっと変わったことをやりたいよっていうような絵描き連中ですね、彼らがですね、作品を売るために開いた展覧会です。展覧会を開いてただ見てもらうとかっていう、そういう目的じゃないんですよ。売るんですよ。販売のために開いた展覧会だったんですね。だから画家とか彫刻家、版画、そういうのを並べたという、そういうことなんです。ところがもちろん売れません。なかなか売れなくてですね、第7回までやったのかな、そういうような形の展覧会です、ね、売るためのものでした。で、ここに今いる皆さんがですね、これはひどい絵だなって実は思ってると思うんですね。この絵を見て、いや素晴らしい、そういう評価する人がいたらですね、その人はちょっとおかしいですね。この絵は間違いなくひどい絵なんですよ。で、モネはですね、あまりこういう絵を描いていませんので安心してくれればいいんですけれども、ですね、ですね、この絵は実はですね、スケッチなんです。スケッチっていうのをですね、どういうものかっていうものを調べてみますとですね、これまあ西洋美術辞典っていう辞書がありますけど、これを調べてみますと、ある作品の規模、構図、構成などのある特定な点について画家自身があらかじめ約束しておくために制作する構想、あるいはその構想の一部の略画である記録なんです。自分が見た時の記録ですね。風景画におけるスケッチは大抵ある決まった風景に対する光の効果に関する束の間の小さな覚書であり、将来必要である時に参考にしたり再び取り上げたりするものである。それがスケッチですね。通常スケッチというものを油絵の具で描いて展覧会に出すということはしませんよね。これは50センチからかける65センチですから、スケッチとしては結構でかいです。油絵の具で描いて、これまでこういう絵をですね、展覧会に描ける人はいなかったんですよ。それはだってスケッチだから、これは将来的に必要であるときに取り出していなくするもので、通常は水彩絵の具で描いたり鉛筆で描いたりしてスケッチとしてしましょくものだった。それをこちらから出したということなんです。ですからこういう絵はですね、皆さんだと描いてるんですよ。自分でちょこちょこっとね、最初に構造を考えたりとか色合いを考えたりするときにちょこちょこっと水彩絵の具で描いたり色鉛筆で描いたりってするでしょ。それが油絵の具で描いて展覧会に出しちゃったから問題になったと、そういうことなんですね。ですね、この作品はですね、結構大きいんですけれども、じゃあなんでスケッチをこんな大きめの油絵で描いたのかっていうことになるわけですけど、実はそれにも先駆者がいるんですね。それはイギリス人です。で、ですね、ターナーとコンスタブルっていう絵描きさんですよ。で、コンスタブルはこの前ちょっと紹介しました。私はね、自然が大好きなの。だからね、イギリスのね、無許可な自然をね、素直な気持ちで描くんだよっていう、そういう、珍しい人、当時としては珍しい人でした。それからもう一人、ターナーさんっていう。この人は気が狂って死んでしまった人
なんで、もたれ死んでしまった人なんです。父は、ガダラの頂点まで登った人です。で、だんだんその人気がなくなってきて死んでしまった時には、追い越してしまい、追い越してね、みすばらしい形で死んだんですけど、これ見てください。わけわからんも書いてありますね。これ何かっていう記者なんですよ。記者が霧の中、霧様の中を、まあ、こう、こちらに向かって進んでるんですよ。そういう絵なんですね。これタイトルはですね、雨、蒸気、速力というタイトル。雨、蒸気、速力。あの、ただ、別に記者を書きたかったわけじゃないんですよ。記者が大好きなんで、そういう人じゃなくてですね。雨、蒸気、速力。これを書きたいというのがターナー目的だったんです。これまた変わった人だねっていうことになりますよね。この人これまだわかりますよ。こののどかな風景を書きたい。誰でもまあある程度なってきますよね。当時は珍しかったかもしれない。雨、蒸気、速力を書こうとしたけど、当時は誰も理解してくれることがないんですよ。だから変わり者だっていうことで、寄せてる人になっちゃったんですけどね。あのモネはですね、いつだったっけ、ある不服戦争っていうのが起こった時、フランス、ドイツが戦争を始めてやった時に、徴兵制度があって、それで4年間ぐらいね、行かなくちゃいけなかったんです。徴兵、まあ、韓国ありますけど、徴兵しなくちゃいけない。で、それをね、彼はね、結構ね、ずるい人だったんで、逃げちゃったんですよ。逃げてね、イギリスにね、行って生活しちゃったんですね、その。行かなくちゃいけない、フルス戦争が始まってから、俺嫌だよ、そんなに行きたくないもん、イギリス行っちゃった。で、イギリスに行って、彼はイギリスの作家たちの絵画を研究したんです。その時に一番気になったのが、このコンスタブルとターナーだったんですね、モネに。そしてターナーを研究しました。なんで彼はこんなこと書いたのか、書こうとしてるのかよくわからんけども、ってことで一生懸命研究したんですね。それでね、その後彼が、モネがね、ロンドンで書いてる。これです。ロンドンの、まあ、国会議事堂がありますけど、これがね、もやに霞んでるんですよ。こういう絵をね、モネが描きました。これは彼が最初から考えたわけじゃなくて、ターナーの画面です。イギリスに、徴兵制を壊れて、行って、その次でターナーを研究して、で、ロンドンのもわっとしたその、自然の中のね、風景というか、それで、じゃあ、真似して描いてみよう。って言って描いたのがこれなんですね。そしてその後帰ってきて描いたのがこれなんです。そういうような流れがあるんですね。だからこの絵の、まあ、前身みたいな人も、ね、いるわけですね。それからね、もう一つね、理由があるんですけど、チューブ入りの油絵の具がですね、1841年に発明されました。まあ、鈴に入って、こう外に持っている油絵の具。それまでは油絵の具を日本語と同じようにその場で作らなくちゃいけないわけですね。だから外で描くっていうことは行えなかったわけ。水彩画でしかできなかったんですね。だから屋外で油絵で描くということはそれまではできない。それができるようになったんですよ、ね。だからモネが外にキャンバスを持ち出していって、油絵の具で描いたスケッチというものが残っちゃったんです。それをもう、たくさん作品をですね、最初の印象派展に出さなくちゃいけないってことになったので、あれだけ出しちゃったんです。この中にこれが混ざってきた。ということなんですね。それで、タイトルとして彼は、何をつけたのか。最初はですね、すごく平凡なタイトルをつけておいたんですって。7枚か8枚出したんですけど、そしたらその展覧会の運営する人がですね、運営っていうか仲間ですけども、彼がですね、こんなあまりにもね、自分のタイトルはつまんないよ。もうちょっとなんか考えて、長いタイトルにしてくれよって言ったらね、モネがね、そうだな、じゃあね、印象、日の出とつけたまえって、その時に考えたんですって。で、それをね、タイトルして書かれる、キャプションって何のタイトルで、あとから来たです。あっていうかな、展覧会場に来た、その、記者がですね、それをやゆってですね、印象日の出なんてタイトルがあるぞ、なんだこの絵はって言って新聞に書いた。これがきっかけになって、その展覧会を、
印象派、印象派たちの展覧会と呼ぶようになったっていうことなんですね。それでね、先ほど最初の疑問の中で、なぜこれがね、立派な作品なのか、専門家たちがなぜそんなことを言うのか、まあ、理解できないよということ。そして、俺は美術作品で呼んでいいの？思えないよっていう、その疑問はですね、これは同時に答えられると思うんですけど、今言いましたように、モネが出したこの作品のタイトルを代表して、印象主義者たちの展覧会というタイトルで記事を書いたのが、シャリバリっていう新聞のルイ・ルロワという記者だったわけですね。その記者さんが書いたのの一部分は、こんなになってます。印象、確かにその通りだ。私もこの絵からある印象を受けたんだから、この絵には一つの印象があるに違いない。しかし、作りかけた壁紙の方が、あの体型よりも、体型風の風景ですね、完成されている。壁紙っていうのは当時印刷物でね、向こうの壁に貼るような、販売されるようなものだったんですね。だからそういうふうにですね、これはひどいものだよ。その辺にあるような、ね、印刷物、これそれよりもね、ひどい、半端だよっていうことで、こき下ろしているわけですね。で、つまりね、こういうことによって印象派っていう名称を徹底づけることとなったのがこの絵なんですよ。そういうわけだから、そういう意味で美術史から言えば極めて重要な作品になってくれる。これがこの作品の価値なんです。印象派という名前を徹底づける役割を持った、それがこの絵の価値なんです。絵の中身じゃないんですよ。わかりますよね。そういうことでこの作品は理解の方がいいと思います。面白いのはね、シャリバリって新聞は有名な新聞だったらしいんですけども、当時のね、展覧会場っていうものは、現在普通の新聞あんまり少なくなりましたけど、行っているようなものよりもものすごく、ね、分量があるんですよ。これしか今ここには出されてませんけど、全文読むとものすごく長いんです。だからそういう記事を読むと面白いんですよ。当時の美術賞っていうものは徹底的に書いてるんだなっていうことが分かりますよね。まあ、そうこういうふうにですね、この作品についてですね、美術賞のきっかけになった、まあ、そういう役割を持った絵ですよねっていうふうに理解をしてほしいなと思います。